ウェイヨー、どうもかけまるです。はい、これがね今年最後の挨拶となっております。1年間ね僕たち走り続けてきました。とりあえずねお疲れ様です。お疲れ様でした。ということで本日は年内ラストの動画ということで約1年ぶりに NG なし質問コーナーやっていきたいと思います。めちゃくちゃ久しぶりの質問コーナーです。めちゃくちゃ久しぶりね。今日はね、僕たちのインスタグラムの方で皆さんから質問をたくさん集めて、はい、それについてね、NG なしでバンバン答えていきたいと思います。はい、ということで、早速質問コーナーをやっていく前に、僕たちこの前の動画でオフ会やりますと言ったじゃないですか。はい、そのオフ会の詳細がですね、サブチャンネルの方でもう動画として出ているので、皆さんのサブチャンネルをチェックしてオフ会に行きたい人はぜひね、応募お待ちしております。皆さんに直接会う機会というのは久しぶりなので、みんな会いに来てね。ということで、はい、年内ラスト質問コーナーやっていきまーしょう。かけまる。はい、ということで一つ目の質問です。はい、二人の今年一番の思い出は何ですか。おー、今年って言ってももう一年分あるからね。せーので言ってみる。合うんじゃない、さすがに。ない、多分合うと思う。俺ら5年目カップルですから、さすがに合います。せーの、ミラコスター。うわ、グアムだ、グアムだ、グアムか。グアムでしょ。いや、俺は圧倒的にミラコスターなんですよ。思い出でしょ、初めての海外旅行2人。確かにワクワクしてたもんね、ずっといろんなことしたもんね。グアムの動画まだ見てない方ぜひね、こちら見てください。はい、グアム楽しかったです。楽しかったです。皆さんの今年の一番の思い出もぜひね、コメント欄に書いてください。はい、かけまる。はい、続いて来年絶対やりたいこと。はいはい、これたくさんありますね、僕たち。僕はですね、やっぱり僕たち2人とも洋服が好きなので、うん、2人のブランドを立ち上げて、2人でいっぱい服をデザインしてね、皆さんに着てもらいたいっていう大きな夢があります。ああ、それは私もそうですね。じゃあ来年少しずつかけまるの服をね、作っていきたいっていう目標がありますね。はい、まーちゃんは、はい、ガンちゃんからいっぱいファンさをもらいたいです。そういうのはさ、その2人の会話の時にして、あのそのこう見てる人いるから、やっぱファンに対するなんか目標とかはいいんじゃない。もう一回やってみよう。テイク2やってみる。テイク2、はい、テイク2。来年の目標は、はい、3代目のツアーが始まるので、全校に行けるようにお仕事頑張ります。しばかれないか。ああ、分かった、ね、ライブ行けるように頑張ろうね、うん、ね、うん、はいです。はい、続いて、はい、最近の面白いエピソードありますか。おお、ありすぎて困るな。もう俺らさ、普段の日常生活から常に笑ってるからさ、うん、一個一個ちゃんと覚えてないんですけど、僕最近一つ覚えてるやつあります。うん、なあちゃんがこの前お風呂を上がった時に起こった出来事なんですけど。覚えてない、うん、ちなみに見覚えなし、うん。なあちゃんって結構可愛いキャラじゃないですか。そんなことないよ。言った記事強っ。けどやっぱ2人でいる時って結構素が出てガチのヤバい人なんですよ。本当にみんなが想像してる以上に本当に変人で、そのエピソード話すより動画見てもらった方が多分すぐ分かりやすいので証拠とか出します。ただね、なあちゃんはお風呂上がりでめちゃめちゃクソダサ洋服で、な、何待って、怖いね。あと、もう顔ももちろんすっぴんだし、部屋もちょっと散らかってるんですけど、皆さんそこをぜひご了承いただきながら見てください。何何何、いいですか。なあちゃんのヤバ動画こちらです。やだ、何。邪魔しないで。なあちゃん、俺今静かにずっと編集してたから。うるさい。私が上がったからにはもう安心。うるさい。あと30分静かにしてて。どう？怖いんだけど、ちゃんと許可取ってる。もうみんな見てるから。ワンチャン全カット。かけまる。はい、続いての質問こちら。はい、何ですか。ん、どういうこと。今出てます。あ、出てんの、読まないの。はぁ、言った。はどういうこと。次。
はもう意味わかんないんだけど。かけまる。はい、続いて、はい、コラボしたい YouTuber は。おお、僕からいいですか。もちろんコムドットです。はい、3つけてないから消される。大丈夫でしょ。コムドットさんはやっぱりめちゃくちゃ好きだし、何度も言ってるんですけど、僕たちが YouTube を始めたきっかけのクリエイターさんでもあるので、いつか絶対に直接お会いして動画も撮れたら最高です。最高だね。山田君お願いします。マジでお願いします。できんな。なーちゃんは。うちはベイクレさん、はい、ヘラヘラさんです、はい、平成フラミンゴさん、はい、あとね、マジで最近ずっとハマってる YouTuber さんいる、うん、誰ですか。あのショウヤン男三兄弟さん。はい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 、見てる、ね、もうずっと見てるの。あっち本当に好きだよ。みんなマジで見た方がいい、超面白いから。ぜひコラボしたいです。いつかコラボできるように僕たち来年も頑張ります。はい、かけまる。はい、続いて、はい、タイプな YouTuber は。お、これは異性にしますか。そうですね、僕はですね、ヘラヘラさん重視のサオリさんです。何その微妙な反応は。うちと全然タイプ違うな。いつか会えるように頑張ります。はい、それは YouTuber としてでしょ。はい、もちろんです。別に嫉妬とかじゃないけど。何個ごいと思うの。ほらほら、この話取らした、この話取らした。じゃあ、なーちゃんは。私は、ひゅうがくんと、うん、せっちゃんと、うん、ひよくん。おお。いや、でもひゅうがくんかな。やっぱ相変わらず、うん、最初から好きだよね、ずっと、うん、ずっと。だってもう20万人ぐらいね。いつか会えるように頑張んないと。うん、まあ、合わせないけど、絶対に。別に人とかじゃなくて。なんか言ってよ。かけまる。続いて、はい、結婚はいつですか。おお、これ多分みんな一番気になってる質問なんじゃないですか。なんで結婚しないのってめっちゃ来るよね。来ますね。結婚はね、なんかしない理由がないよね、はい、今別に、うんうん、けど今じゃないかなっていう。まあ、タイミング難しいし、別に結婚したからって今の生活とも変わんないよね。でも、まあいろいろあるよね。うん、なんかもうちょっと落ち着いたからがいい。今ちょっと YouTube 頑張る頑張る頑張るって集中してるので、いつかは絶対結婚したいと思っています。ねえ、なーちゃん。は？まあ結婚はしたいよ、それ。うん、そうだよ、まあ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 、まあその相手がもちろんこれでっていうことで合ってるよね。いったわ。おい、こいつ話そらす毎回。皆さんにいつか結婚報告できるように僕頑張ります。で、今度さ、あの結婚についての動画ちゃんと詳しく話す動画出そう。 1月とかに。だから皆さんお楽しみに待っててください。はい、はい、もしかしたらもう結婚してるかもしれないよ。本当に撮影するときだけこうやって外してるかもしれないよ。そうだよ。ふぅー、うざ。はい、続いて、はい、タケルのデヘアはデヘアですか、ムバッペですか。まあ訳すと、僕の息子は攻める選手ですか、守る選手ですかっていう意味ですね、これは、うん、訳すと。ムバッペ。俺攻め、結構攻める人、うん、スピードスターなんで。そういうことね。誰がそっや。誰も止められない、あの誰がそっや。タケマル。はい、続いて、はい、奈々ちゃんの料理で一番好きな料理は何ですか。うわ、もうね、奈々ちゃんは本当に料理がうまくてですね。うまくなったよ。確かにうまくなったんですね。自分で勉強したりしてたもんね、なんで。で、僕がウィナーズから帰ってくると毎回ご飯作ってくれたりして、本当にいい主婦なんですけど。はい。そのなーちゃんが作る料理の中で一番美味しいものは、豚汁です。おぉ、嬉しい。豚汁はね、うちマジで考え抜いたレシピだ。最近食べましたね、しかも。めちゃくちゃ美味しい。いつかなーちゃんの料理を食べたいと思う方はぜひね、コメント欄よろしくお願いします。よろしく。そろそろさ、YouTube 始めてさ、1年以上経ってんだからさ、動きいたよね。でさ、俺のさ、この滑舌問題あるじゃん。これさ、たまにコメントでわざと噛んでるでしょってくるんだけどさ、わざとじゃねえんだけど。わざとであってほしいわ。こっちはガチで喋ってんのに口が回んねえ時があんだよ、ほら。ちょっとみんなが知らないんだけど言っていい？言って。あ
のカットされてるけど10回以上噛んでる時あるからね。すみません、ここでどう思う？じゃあね、俺ベロが長いのか短いのか分かんないけど長くはないよ。なんかね、舌が回んないの、たまに病気だと思います、僕。お医者さんいる人いる？お医者さん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 、もしいたら見てください。かけまる。続いて、はい、一人でするの。もうまたまたみんなエッチなんだから。あ、そっち？そうでしょ、そうでしょ、絶対まっすぐみんなさ、こういう質問聞きたくなるんだよね。答えてるの自分だから選んだの俺だけど、まあ多分みんな気になってると思うので。はい、じゃあ需要ない方の僕からいいですか？僕はします。それ、そんな驚く？そんな驚く？いや、男の人はしない男性はこの世にいないです。いや、ガンちゃんは絶対しない。ガンちゃんも絶対してます。しないよ。あー、もうやだはい、戻ってきて。いや、本当にしない男性はいないから。しない男性いたらコメントして。本当に赤ちゃんぐらいしない？いや、するよどうやってすんの？怖いだろ、いきなりバブーバブーって言ってこうやってさ。やめて、そういう教育にもらえさら。やめて、そういう教育にもらえさら。やめて、そういう教育にもらえはい、次。ダメだよ奈々ちゃんの質問が一番聞きたいんだから、みんな。しません。しないらしいです。多分ね、俺も近くにいて分かるんですけど、してないです。近くにいて分かるんだ。まあ、とりあえず奈々ちゃんはしないけど、他の女の子はしてるかもしれないっていう、うん、聞いたことはある。てか、まずやり方がわからない。ああ、なるほどね。教えてあげようか。なんで知ってんだよ。これ出てくるから動画。キモい、ほんとに。かけまる。はい、続いて、最高月収はいくらですか？はい、これはですね、まあ本当はいくらって言いたいんですけど、 YouTube 上で金額を言うと Google さんに怒られるらしいです。こら、そう、なんで詳しい金額は言えないんですけど、まあ、2人の合わせた今までの最高月収をうまく例えながらじゃあ言いたいと思います。僕たちの2人合わせた最高月収は、新車の SUV 変えちゃいます。はい、まあ本当にそれはまあ想像に任せるんですけど、まあ、ピンからキリまでありますから SUV はまあね、YouTube は結構まあ波があるじゃないですか。そうですよ。ウィン、ウィン、ウィンです。決して安定はしないんだよね。で、まあ、あくまでね、最高月収。そうですね。今のところ。はい。かけまる。ということで、次が最後の質問です。はい。最後にファンへ一言。まあ、これ最高の質問が最後に来ました。はい。じゃあ、奈々ちゃんからお願いします。はい。2022年大変お世話になりました、はい、もうね、今年1年はいろんなことがあって、休止したり頑張ろうってなったり、でもそれでもみんなどこまでもついてきてくれて、応援してくれて、本当にいつも頑張る源になってると思います。はい大丈夫、言い直さなくていいか。うん、だからこれからももっともっとみんなに元気とか与えられるように、笑わせられるように頑張りますので、来年もよろしくお願いいたします。はい、来年は私たち年男年女です。はい、飛躍しますか。じゃあうさぎです。ぴょん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 。はい、じゃあ僕ですね。ということでおい、俺はなし。え、俺本当に話すの苦手なんですけど。じゃあ合いの手入れるわ。はい、お願いします。まあ、とりあえずね、よいしょ、2022年本当に皆さんありがとうございました。ほいでほいで。本当に、うん、僕たち、まあ、なちゃんもさっき言ったんですけど、うん、いろんなことがありまして、うん、休止しちゃったりね、同じこと言うね。さすがにちょっとは違うこと言う。ごめんごめん。まあね、皆さん今年一年かけまりについてきてくれて本当に嬉しいです。いや、同じことなっちゃうよ。感謝を伝えたいもん、俺も。ほんとやって、ファンの方ってすごくて、DM とかコメント、メンションとかで、めっちゃしてくれるじゃん。やっぱそういうので、僕たちも辛い時に、ファンの方から元気とか、めちゃくちゃもらってたし、皆さんのおかげで今年1年間走り抜けてこられたので、ほんとに感謝しかないです。来年はね、もっと飛躍できるような年にして、皆さんと一緒に、最高の景色をね、
見れるように来年も頑張るので、僕の夢はね、みんなと100万人の達成する瞬間を味わいたい。なんかさ、みんなとやりたいね。いつもさ、YouTube ライブとかじゃん、みんなとやってみたい、僕たちの夢が100万人達成っていう夢があるので、その瞬間を今見てる皆さんと実際に会って、その場でね、達成する瞬間を味わいたいっていう二人の夢があるので、絶対に達成できるように、皆さん来年もね、かけまるについてきてください。お願いします。お願いします。みんな本当に大好きですということで、この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録、Twitter のフォローと、TikTok にもなってください。お願いします。それでは皆さん、良いお年を。来年もみんな大好きだぞ。コメントいっぱい待ってるね。みんな年賀状待ってるよ事務所に。いや、今年最後の動画終わりましたよ。全然多分使えないとかってあったね。いや、早いですね、1年。いや、マジ早いんだけど、どうする。やばいね。だってもううちら23歳だよ。死ぬ、無理。どうしよう、シワできても好きでいてくれるねまだ大丈夫。シワができても、ね、大丈夫です。ホットなギュッとな踊り子、ね、何年もする歌ったそんな感じじゃなかったけど。